次の整式 PX を四角の中の一次式で割った時の余りを求めましょう、言われてますけども、これはですね、実はめちゃめちゃ簡単な話でですね、例えばこの PX っていう式をですね、X-1 で割ったら、まあ何かしら小が出るじゃないですか。小をとりあえず QX ってしておきますね。で、余りがこうやって出てくるやん。まあこういう形になるわけよね。これ小ね。この子。小、こうか。こうですね。こんな感じになるわけですよ。で、今、余りが欲しいいうふうに言ってるわけやんか。ってことは、まあこの辺がすごい邪魔なわけよ。ほな、なんとかして消したいんやけど、どうすれば消えますかっていうとさ、これ X に1代入すると、ここが0になっちゃうからさ、ここがどんな式やったとしてもこれ消えませんね。で、残ったのって余りでしょ。つまり X に1を入れればいいわけですよ。わかります？ X に1を入れてしまえばその時の余りが出るよってことです。いい？なので、これは X に1を入れればいいし、じゃあこれは？これ X に何入れればいいですか？そうだよね。だって2入れたらここ消えますやん。2-2 で0になるやん。じゃあこれは？これ X に何入れろってこと？だよね。マイナス1だよね、これね。っていう感じよ。だから、実はこれね、X に1とかマイナス1とか2とか、ここがちゃんと0になるような数字を代入さえすればできてしまうんだよ、ということです。この式に X に1代入すると P1 っていうのが 1-1 の Q1 の足す余りでしょ。ほら、ここ消えちゃったから。つまり余りは P1 やってことや。つまり X に1を代入した時ってことね。なのでいきます。はい、もうここからパッパッパッといきますよ。まず1番、X-1 で割ったよってことは、つまり1に代入してくださいと。X に1代入してくださいってことなんで、これに全部1代入します。そうすると、1-2+2-3 で計算してあげると、はい、-2ってなりましたんで、今回余りはじゃあこれですね。-2 です。次、2番。2番はこれ、X-2 で割ってねってことは、つまり X に2を代入してねと言われてます。ここのじゃあ部分に2を代入してあげましょう。そうしますと、2-4、4-2=8、6=48で、2-4=5=20ですね。で、プラス3ですか。でこれ計算しておいてあげると、28に3足すから31かな。はい、あまり出ました。はい、次3番いきます。3番も同じで、x+1 で割るよってことは、つまりこの式にマイナス1を代入してくれということですね。なんでマイナス1代入します。なら、-1の3乗はマイナス1やんな。で、-7にマイナス1かけるから、+7のマイナス6と。おっと、これ消えたんじゃないですか。で、余りなしってことや。余りは0です。うまいこと割り切れるってことやねんな、これは。じゃあ、ラストです。これも同じね。ここにこうやって書いてるってことは、じゃあ、x にマイナス1を代入してねってことです。で、ここ代入していきましょう。4番は、-1代入すると、-1の3乗はマイナス1。で、+2のマイナス1ですか。で、これで、ここは倍倍ってやって消えてくるので、で、これ2が残りますよ、ということでございました。ほな、余りが2や。はい、めちゃ簡単でしたね。ね、この式で終わりましょうねってことは、代入をしてくださいね。そしたら余りが出てきますよ、いう話でした。